ね、はい、さあ赤組白組0対0です。こちらが赤組の守備位置、ね、まあ、ピッチャーの皆さんが守備位置に散ってるわけなんですが、桑田がショートに入ったりしてますね。全員ね様になってますよきっと。あ、そうですか。ピッチャーっていうのはね、どこを守らせてもね大体ね、そういう技術は持ってるんですよもはや。なるほどね、野球人の中でも選び抜かれた選手たち、ね、そうですよね確かにね、はい、さあそしてこちらが白組のスターティングオーダーなんですが、1番に岡崎が入っています、岡崎も残念ながら今シーズン限りで引退ということになります。思い出何かありますか。やっぱり非常にこの負けん気が強くてチャンスに強かった、私がバッティング個人的によく助けられましたねこのバッターにはね。そうですか、はい、非常にチャンスに強い左バッターと言えるでしょうね、はい、この東京ドームでもひときわ拍手が大きかったんですね、はい、でも本当にみんなの印象に残る、ね、はい、記録に残る選手でしたね、はいはい、ちょっと残念だなという気も多いんですけどね、心からご苦労様でしたとね、はい、言いたいですね。ベンチレポーターの茂木です。早木選手どうですか、打席の雰囲気っていうのは。いや球早く見えますね。もう本当は岡崎さんがね辞めるって言って寂しくなるんですけど。いや僕が辞めて一番喜んでるのはもう茂木じゃないかな。やっぱり来年は背番号5番茂木でいいんでしょうか。そうですね、まあ茂木君がついてくれた方が僕のイメージもなかなか忘れられなくていいと思うんで。やっぱり背番号というのは気になりますよ。そうですね、はい、河合がバッターボックスに入っています。今日はセンターを河合が守っています。ピッチャーは村田真一です。やっぱりマウンドには一度立ちたいっていうのがね野手の希望なんですよ。だから村田なんかいい気持ちで放ってるじゃないですか今。いつもは受ける立場です、はい、おっと落としました。ショートは桑田、センターは木田が入っています。松井です。今シーズンの松井どうですか。38本のホームラン狙ってましたね今のスイングを見ますとね。ものすごいスイングをしてましたね、でも50キロ一番変わったっていうのはね、でも表情にねなんていうか明るくなってきましたよね。そうですか、塞ぎ込まないな。大きい、これは大きい。村田は苦笑い。どこまで行くんでしょうか。看板に当たりました。見事なツーランホームラン。白組松井秀喜ホームランを打ちました。もう今年の象徴をしてますね彼のホームランの打球というのがですね、これでお客さんをね飛距離で納得させてしまうというバッターですよね、はい、今まではラインドライブといいますかボールが落ちてくる感じだったんですが、今シーズンはかなり高く上がってますからね。そうですね。そして長嶋監督のボードのあたりに当たりました。松井のホームランで白組が2点を先制しています。はい、松井選手、さっきなんかふざけてたから何。そういったら真剣です。やっぱ人変わるよね。狙うって言ってきました。ホームラン。でもそれにしてもシーズン中はあまりまあ、バンバン当たるのはもう何発か見てるけど、非常に飛んでましたね。まだね、今頃調子できたんですよ、僕。今頃遅いでしょ。日本シリーズの時ちゃんと出てくる。分かった。この日の試合に調整をしてきた。そうそうそう、秋のキャンプで調整してましたから。そうそうそう、体調万全です。もう明日開幕でも OK。休もうよ。ちょっと休もうよ、ね。じゃあ、松井選手、ホームランおめでとうございます。また打ってください。以上、ベンチレポーター、一塁側の茂木でした。いや松井選手も明日開幕でも OK だよと本当にねそう言っても過言じゃないですね。やはりこの飛距離はなかなか出せませんよ、自信があるような表情してますよね、さあ初球はインコースを外れました。今のボールは何ですか。あれはねカーブでしょうね。槙原はどっちかというともうまっすぐ一本に強いタイプですから、はい、そのあたりはねチームの中でね知ってますからね。どうやらこの投球練習してる時もカーブかなり投げてましたからね。これはねやっぱり狙ってこの抑えようというねそういう気持ちが出てますよね。槙原投手の方はストレート待ってると。あ、またカーブです、ピッチャー村田真一。大輔殴れたんですよ、あのガキ。カーブなんか折れなくて。カーブ3球4球です。入ったですよ、最後までまっすぐ来なかった。お前は叩き殺すのに。いや、でも教えてやるよ、あのカーブ。
もうええわ。お疲れ様でした、元木さん。野球やめてええわ、もう。こっちシーズン中からね、結構キャッチボールでピッチャーやったりしてるんですけど、試合前なのに変化球投げたりするんですけど、その辺どうでしょう。やっぱりね、この日にかけてね、僕はね、変化球をマスターしてるんですよ。今日出ましたか、その変化球。お前全部、槙原さんなんかもまっすぐしか打てないんだから、うん、な、カーブ、全部カーブ当たんないんだよ、俺のカーブ。まあそんなとこですね。もう木田さんに教えてあげたい、この俺のカーブ。はい、終わります。ありがとうございました。中津さん、元木としてはしてやったりといった。そうですね、思い通りのピッチングでしょう。まあ、木田に教えてあげたいっていうのがね、チーム内でっていうのがやっぱり浸透してますね。なるほどね、いい雰囲気本当です ね、 でもね、楽しくやってますね。元木大好きなんですよ。いろいろね、これもね、わざとやってるかもしれませんよ、彼は。狙ってるかもしれないですよね。こういうオチをね、結構狙うタイプなんですよ。野球は下手ですけど、こういうアイデアは大したもんですからね。なるほど、はい、さあ、バットを飛ばした元木、ボールは前に飛ぶのか。ピッチャーは降りた。打ってショートゴロ。ショートの桑田から一塁の、宮本、後ろにボールをそらしました。あ、桑田もこけました。今のワードはなきゃキャッチボールの基本ですよ、あなた。普通の試合だと公式記録員がいるんですが、中畑公式記録員、今のはどちらのエラーにつきますか。ファーストですよ、宮本ですよ。別にワンバントしたわけでもありませんからね。私の 目はごまかせませんよ。さあ、そして清水です。お、初球落ちました。中畑さん、今シーズンの清水、非常にいい活躍しましたね。もうそのまま出てますよね、初球から積極的にね。木田がいい送球を見せました。そして元木が3本間に挟まれてタッチアウト。いや、今木田の方を褒めましょうか。いや、木田もそうですけども、大好きなね、自分の走力、ジャイアンツで一番足が遅い選手だっていう自覚がないですね。しかし今日は被り物をしている木田投手が非常にいい活躍をしてますね。これだけ目立つって、またプレーで目立つって言うんですが、大したもんですよ。なかなかできません。さあ、降りた。そして今度はキャッチャーの杉山がバッターボックスに入ります。初球落ちました、センターへ。センター木田、ナイスキャッチ。普通のセンターでも難しい当たりじゃないですか。ですから木田に言わせれば、元木さん、このぐらいのプレーしてよって言いたいでしょうね。なるほどね。さあ、木田が今日は素晴らしい活躍を見せています。木田選手、木田選手、ナイスプレーでした。ありがとうございます。今、バックホームのね、鶏が飛びました。いやー、よかったですね。あんなジャンプ力あると知らなかった。ところで、彼、今日、先臭いです。この辺でやりましょう。ジャイアンツスペシャル紅白戦、2回終わって2対0、白組のリード、松井のツーランホームランが出ています。